聖樹寺間は、青森県三古郡南部町小向谷座聖樹寺に所在した、日本の城。別称、本三古城。国の史跡。聖樹寺間は、中世の平城で、ぬかの部門が城の一つで、三古城の北四キロメートル、ひららが先城の西方七百メートル地点の、聖樹寺集落南西丘陵に位置し、館跡の東、北側は幅二十メートルの空堀で、 背後丘陵から切断され、西、南側は、飛行差20メートル以上の旧壁で囲まれている。平ララが先城は、成長、聖樹寺館は館であったと考えられる。聖樹寺館は、元は三古城と呼ばれていたが、南部下の母大寺である、聖樹寺がそばにあり、聖樹寺館と呼ばれるようになった。三古南部市11代信長から24代。 春るまさまでのおよそ200年間居城としたが、天文8年6月、家臣、赤沼備中の放火により炎上消失。佐清式によると、南部春るが、家臣、赤沼備中の最上上中に引き入れたため、備中は春るまさを恨んでおり、治業についても、家老、奥瀬秋をも恨んでいた等で放火し、奥瀬秋を切って逃げたが、下戸目家は、これを追いかけ、諏訪の平にて、 赤沼備え中を打ち止めたとある。その後、三古城追記とともに、本三古城と呼ばれるようになった。平成16年9月30日に、聖樹寺館跡として、聖樹寺館跡本体の他に、南部市母大寺のある三古寺地区、宇治神である本三古八幡宮地区の三地区が、国の史跡として、指定を受けた。発掘調査の結果、 聖樹寺館跡本体は、開発による破壊がほとんどなく、中世の状態が良好に保存されており、検出された以降は、掘ったて柱建物跡が4棟、縦穴建物跡が38棟、掘り跡等があった。ありがとうございます。